Android で、えー、Moodle のアプリを立ち上げて、えー、コースからデータをダウンロードして、えー、Excel のアプリケーションでグラフを書くというまでやります。えー、とまず Moodle を立ち上げます。 はい、ムズルトップ、ホームから下のマイコースに行ってください。これ英語版なんで英語出てますが、マイコースで当該の科目をタップしてください。で、ここではコンピュータ英語の5月27日のデータでやりますので、そのリソース位置にデータがあるところをタップします。 そうすると、えー、データのリンクですと、Excel のデー,データが今見えています。これは見えているだけですから、これを Excel アプリで開きます。右下の Excel のアイコンをタップします。そして Excel をタップします。そうすると Excel アプリが開いて、えー、今これが見えている状態で 今この B 列の答えでグラフを書きます。これで円グラフを書くんですけれども、集計しなければなりません。で、1行 B, 行 B 列の前に1列足します。B 列を選びまして、 右下の三角をタップします。そこから一列挿入ですから、挿入探しまして、これ英語版ですが、インサートエンドデ d e l e 挿入と削除がありますので選びます。一列選べているので、インサートカラムズで列の挿入が出ます。それで変化を与えた場合、あの書き直した場合に、コピーをセーブするが出ますので、 このスマートフォンにセーブしておきたいです。で、this device このスマートフォンこのデバイスっていうのを選んで、えーまあ、どこでもいいんですがダウンロードのところに落としておきます。で、右下セーブ保存です。そして今たまたま同じ名前がありますので はい、今これで、えー、保存できている状態で書き直すとそこに保存されるという状態になっています。で今、えー、1行た足した状態になって1列足した状態になっています。で、えー、ここにですね項目を書いてその答えの数を右に書くとそういうようにしたいです。それで項目をまずコピーしていきますので。 まず、えー、スマートフォンからコピーします。選んだら、えー、リストが上に出てきますが、この左から2つ目、えー、2枚に分かれた。つまりコピーです。コピー選びます。でコピー選んで、えー、右三角で下下げます。そして、えー、左のところで、えー、タップして、えー、2枚の右ですね。右が貼り付けです。 そして今貼り付いた状態になっています。ちょっと広げますね。はい、こういう貼り付いた状態になっています。で、えー、続いて、今 iPhone が入りましたので、じゃあ次は Android を入れます。Android をタップして、もう一回タップします。そして左から二つ目コピーです。で 1>, 1回タップして、もう1回タップして、えー、3つ目です。貼り付け。それで次はコンピューター、Windows 入れます。コンピューターでアクセスしてるっていうアンケート結果ですね。で、えー、もう1回タップします。そして左から2つ目、コピーです。で、タップして、タップして、貼り付けです。で、コンピューターで m はい、その他選んでタップして、えー、2つ目ですねコピーで選んでタップして貼り付けとはいそれでこの文字列がこの C の中に入っているかどうかを数えますカウント U っていう、えー、式を入れたいので式入れる場合は選んで、えー、とこの上のファンクションですね iPhone の場合はここでも書くんですが、Android の場合はこの FX のところで書いた方が書きやすいです。FX 選ぶとですね、キーボード左、真ん中、2つ目に1、2、3、点キーが出てきます。で、点キー使ったら方が使いやすいので、点キーで右側、イコールを入れます。これで式が入るので、で、今は 同じ文字列を数えるっていうのは CountIf っていう関数です。キーボードを文字列に変えて、アルファベットに変えて CountC-O-U-N-T-I-F ですね。CountIf が入ったら小文字でいいです。そして CountIf に入りました。 えっと、確定を押した確定があんまりわかんないんですけど、まあ一応矢印を押しておきましょうか。はい、矢印で、リターンで確定になりましたカウントイフで、このカッコ入れたいので、また点キー、1、2、3選んで、始めカッコ。そして、カウントイフはですね、場所を指定するので、今、この C 列の2からですね、2をタップします。 そこでこのハンドル、丸いハンドルがありますので、ずっと下まで行って、いくつかなちょっと難しいですけどね、慣れるまでは。37、36は七ですね。はい、十七列までの列を C の2行目から37行目までを選んだっていう状態ですね。それで右の空白をタップして、 えー、これで文字列指定できたので続いて、えー、カンマです。カンマが点キーはないのでこれじゃあ普通のキーボードにして A 文字にしてカンマを打ちます。それで、えー、列指定できて今度は選ぶ文字列ですが文字列は左のこれを選びたいので B の38選びますそしてあ、一旦ですね、えー、エラーでもいいので確定しときます。それで、えー、B の38選びます。それから、えー、文字列選びたいので、一番上の FX のところを長押しします。そして iPhone の最後を、えー、全角確保まで。 取取れれてている状態ににしまますすこううそしてあ今出てませんね今触ったので出なくなりましたけど、えー、すぐだとこのコピーが出てますので、えー、コピー2枚シートが見えてるのですねコピーした状態になりますそして先ほどの、えー、なんか9が出てますけれども、えー、気にせずこの38のところが B38 が間違ってますのでこれを 消して、で、文字列、今コピーした文字列を入れたい、二重、二、え、重、ー、の引用符です。二重の引用符はキーボードで、私はキーボードを、えー、フリック入れてるので、フリックの場合はですね、えー、フリックもないのかな。それじゃあ、あのー、左がエクスクラメーションのところで探しまして、えー、と、 引用符。一番左にありました。引用符です。二重。ダブルコーテーションズ入れまして、そして次のとこですね。次のところをタップで選んで、この指定して、慣れるまで難しいですけど、えそうすると、ちょっと今出ないですね。え広く取らないと出ないんですね。はい、広く取ると、 ええ、このコピーとか貼り付けが出てきます。広く取ってから今度一場所だけ取ります、うん。広く取って場所だけ取ります。出ないですね。うん。 あ今出ましたね。これ出方が難しいですね。これで、なんとか出して、えー、シートに、前のシートを、間違ってしまった。えー、今、空白を取ってしまいましたね。もう一回やります。 はい、それでやっと出ましてなかなか難しい。それで、えー、もう一度二0のダブルコーテーションです。今列が出てますが出てますね同じで。一番左側ダブルコーテーションです。これでできたらチェックです。そうすると9になってますよね。でこれでいいんですけどこれをフィルで下まで伸ばしますが伸ばすとこの行が変わってしまうので行の前に行と C の前ですね。 これを動かしたくないので、これに、これはまだなかなか難しいですが、これにですね、ドルマークをつけたいです。 長押しで指定で,す、ね、長押しで指定ですねドルマーク入れるんですが、ドルマークはやっぱり、えー、記号のとこが、記号じゃない。私はフリックにしているので、フリックにした方が便利です。6の、えー、とドルマークはですね、えーと、ドルマークはやっぱりあ、ドルマークは2の上ですね。2押して長押しして上です。フリックはね。 そうするとドルマーク出ます。次動かして、2のとこ、2の前に動かしまして、同じですね。私はフリックの。これはキーボードの選び方ですね。押して上です。そうするとドルマーク入ります。で、C の前に、同じように、2の前。 それから37のところの3の前ですね。3の前で、えー、もう一度フリックで2の上ですね。選んで。はい、これでドルマークが入りました。これは今からフィルで下に下げていってコピーしていくんですけれども、その時に 行が動かないようにするためですで。できたらチェック入れます。そうすると9になってます。それで今これをコピーしていきますが、フィルでコピーします。一回タップして、フィル、えー。日本語だとカタカナでフィルって書いたのが出てきますので、フィルします。そして下げていきます。そうすると同じ Q ですが、 つまり、行が変わってないっていうことですね。あと変えるのは探す文字を変えていきます。今、Android を今、文字を置き換えるだけなんで、選んで、この FX のところで、長押しで全部を選んで、そして出てきた左から2つ目コピーします。そして、これはまあ×でも、 チェックでもいいですけども今 Android の行の今 Q が出てますがそこの一番インオフの前まで取りましてずっと削除これが探している文字ですがでここでこれの、ね、入れ方難しいんで長押しするとこういうように2つ出てきますそれでもう一度取り直すんですね そうすると、この貼り付けが出て、まず左から3つ目。貼り付けしてチェックですね。そうすると 2, 個、えー、2人の方が Android だということが分かります。で、同じことなので、コンピューター選んで、えー、っと、上ですね、上の FX で貼り付けますと。で、で。 はい、1で、これで出ましたと。はい、次ですが、次、グラフですが、グラフはね、ちょっとスマートフォン、あの、わかりにくいですね。まず、1つ取って、丸いハンドルで、え、グラフを書く。スマートフォンが9、えー、iPhone が9とか、こう、これだけ取りますね。名前と数ですね。で、そうして取っといて、 この上のですね、えっ、ー、と、虫眼鏡の左に A と鉛筆がありますね。これクリックします。そしたら、これ行とかを設定するところでしたよね。ここでホームを押すんですね。これがわかりにくいですね。ホームを押してリストが出てくるので、ここでですね、インサートです、英語はね。日本語は挿入です。何でも入れるっていうことですね。何でも入れるので、挿入を選んでから、 このリストでグラフを選ぶわけです。で、グラフは英語はチャートです。日本語はチャートかなそれちょっとわかりませんが、チャートを選んで、そして、えー、円グラフ、日本語は。英語はパイです。パイ選びます。で2種類かイあるんですけれども、まあ普通のやつ選びますよね。はい。そしたら <laughs>、やっとできました。もうなかなか疲れますけどね。 はい、それで、えー、もう嫌にな量でしたらなんとかコンピューターを、えー、努力して揃えていただくとはいどうもありがとうございました以上です。